何これ、芸能人めぐみとか、あ、千鳥は、千鳥はおる、うん、若い千鳥、あ、野田野町駐車場、これなんかあの300円みたいな、もう夜の、そうなんですよ。で泊まりもなんか、で、なんか取り壊されるみたいなこと聞いて、なくなるんだ、なくなるんですね。うるさい、はい、はい、ただのカメラちゃうよ、 YouTube やで。モモコはどういう役？モモコ出てないよ。え、何してるの？ありがとうございます。まあ、今日はね、まあ、どこに来たかと言いますと、まあ、今日また夜の街シリーズをね行こうかなと思いまして、今回ちょっと前飲み屋街したんですけど、まあ一昨日ぐらい、まあ、飲み屋街の撮影したんですけど、今回はちょっと飲み屋街からねちょっと離れた場所のちょっとなんか何があるんだろうみたいな、ちょっとなんかね、そのいつもは行かないような夜の街なんで、やっぱちょっと行ってみようかなと思って。スポット的にはどこなの？ここスポット的にはもう岩田町とか野田野町、野田野町だ、ここ野田野町なんだ。川挟んだら向こうがと岩田町、野田屋町。あ、なるほどね。ちょっと行きましょう。なんかいるよ、誰か。いますね。なんか、なんだこれ。あ、そういう、ちょっとサロンっていうか、え、なんじゃこれ。なんか、すごいですね。芸術的な。女性と。ジョン・レノンだって。リアルラブ。僕はん、ラーメンハンニャって聞いたことあったんですけど。あ、美味しいらしいね。すっごい美味しいらしいですよ。だから、行ったことなくて、ここにあるんだ。これね、ラーメンハンニャ。夜だから。閉まってますね。なんか、すごいね。え、なんどっち入っ、え、何なんですか。おお、あ、これはなんだこれ。全部しちゃったね。うん。びっくりした。こんなんあったんだ。あったんですね。結構あったかいじゃん。うん。あ、鮮魚の匂いがするな、やっぱ。なんかしますね。あ、いろんな。いやー、なんだこれ。選挙店だ。そう、青果コーナー、市場いうか。あー、なるほど。あったかいですね、これ。うん。あ、なるほどね。限りなんだ。うん。ここはね、行きます。野田野町駐車場。これなんか最大が300円。もう夜の、そうなんですよ。で泊まりもなんか向こうに書いてあるんですけど、泊まり関わりみたいな感じで。本当だ、300円ね。300円でいけるんだ。ここもねパーキングなんですけど、これ夜間8時から8時まで最大で300円っていう。ここも結構お世話になってるんですけど、ずっと止めとっても1000円ぐらいってことよね。そうですね、本当24時間止めてても1000円ぐらいなんで、結構本当にいいと思います。うん、なんか、うん、パッと見て青い光があるなと思って、何なんですかね、あれって日焼けマシンじゃないの、なんだろう、カフェ。最近僕日焼けやってるね。ここは何だ、
モトスタイル、あ、バイク、カーブですね、あ、雑貨とかですね、なるほど、広島護国神社、あ、でもあれだね、なんか護国神社って多分戦争とかで亡くなった人のあれだね、そうなんですね、うん、あ、電気をね入ってますね、うん、結構古いね、何これ、これって有名人とかですか、あ、そうだね、芸能人、めぐみとか、へえ、千鳥は、千鳥はある、うん、若い千鳥、お、次長課長、次長課長、そうなんですか、うん、え、なにこれ、 TV スターメーカー、まあ、ビーズの人がいないのはちょっと、うん、確かに、じゃあ、まあ、ね、この辺ホテル街、そうですね、ホテル多いですね、本当に、駐車場も多いね、結構12時間ほどもついてます、変わっとるな、分かりやすくなっとるね、お前らいない、いないです、ここです、中に待機しとるんだよね、そうですよね、いや、ここで配属になったら怖いだろう、あ、こういう感じになっとるね、パーキングが、フェアス車両が、ですけど、このね、噴水も結構古くなってきて、なんか取り壊されるみたいなこと聞いて、なくなるんだ、なくなるんですよね、岡山駅だったらね、その東口、西口わかんないんで、噴水の方みたいなことね言ってたんですけど、その噴水もなくなっちゃう、なくなってどうなんの、多分ここ多分更地になっちゃうんじゃないですか、ね、岡山といえば、私撮るの前から、あ、本当に、うん、あ、もう撮ってるよ、うるさい、はい、はい、タラのカメラちゃうの YouTube、 ありがとうございます、これってないよ、これで大丈夫ですか、うちの地持っていい、ありがとう、またバイバーイ、じゃあまた頑張ってね、はい、私のまた覚えてたらりょうくんから教えて、もちろん、はい、バイバイ、また気につけてよ、バイバイ、はい、おやすみ、いや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 、いい、詳しいな、詳しいね、まああのいろいろ歩いてみてね、やっぱり岡山濃いというね、本当にとんでもない人に会って、とんでもない、まあ、友達なの、僕友達なんですけど、本当に友達なんですけど、ちょっとねやっぱり酔ってるとみんな、そんで、うん、人がお酒がダメなんじゃなくて、お酒がその人の正体を表すんだよ、そう、ちょっと大変だったな、大変でしたね、本当に、うん、まあこれが岡山、でもほんまになんか、はい、いろいろあるね、そうですね、いろいろなんか歩いてみるもんですよね、うん、終わりましょうか、フラバンスピチューブ始めました、普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします、この動画をいい
いと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。